おはようございます。ふわふわ、おはようございます。今日のメインの歯磨きしてるんですか？してます。歯も白いし、かわいい。はい、先生の休日に密着ということで、憧れの休日です。憧れの休日、こんな休日は多分なかなか過ごしたことないので。あ、なるほど。私が憧れる休日を設定します。今日は憧れの休日を。わあ、かわいい。うちのグループで、SBC グループで美容皮膚科の部門をもう最初立ち上げからなさった伝説の方なんです。からもう伝説のカウンセラーさんとしてずっと教えていただいて、一緒に今も仕事させていただいて幸せなんですけど、今日はちょっとリクエストをして、実家の花ちゃんに会えてないのでチョロロちゃんに来てもらいました。一月で、いわゆる休みっていうのを多分1日か2日しかないと思います。本当に何も仕事の予定入ってないっていうのは、まあ、でもそれが楽しい。楽しいだったらいいですけどね。なんか今日はね、夢の西川先生っぽいらしいですからね。いけるかな。片寄せさん的なこと言うと、これバニーラインってやつ。バニーライン。なんか犬が怒ってうーってうなるときにここにバニーラインが出ます。今日何年ぶりですか？多分コロナ前ぐらいだから1年ぶり、1年ちょっとぶりぐらいの気がします。こうやってなんか外出るときに持ってくる必需品みたいなのありますね？あんまないかな。持ってくるっていうよりは出る前に飲む日焼け止めとかは朝飲んできました。どんなやつですか？ SBC の SBC ね、メディスパっていうので出てるホワイトサプリっていうのがあるんですよ。あれが飲む日焼け止めっても私たち言ってて、紫外線浴びると UVA とか UVB って言ってこうシミになったりするだけじゃなくって、光老化でシワとかたるみの原因にもなるんですね、紫外線。それをこうちょっとこう予防するためにも塗るだけじゃなくて、こう中からこうサプリで補ってあげるっていうのが、まあ、ここ数年割と美容皮膚科でトレンドで、で SBC からもそのサプリが発売されたので、そう、それだから持ち歩くっていうよりはね、外出前に飲んで出てるかも。はい、食べないね。あっ、おいなぁ。ちなみに佐々木さんは何か必需品とか飲む気や止めとか飲んできました？はい、今日は飲んできました。もう日差しがねだんだん強くなってきましたので、飲む日焼け止めと、まあ、塗る日焼け止めは絶対外に出るとき、お散歩の短い時間でも必ず必需品としてます。同じやつ？はい、同じですね。シルバーのね、メディスパのやつ、SBC。あれやっぱ効くんですか？いいと思います。はい、あとなんかね、あれ飲むとなんか肌が透過しない、なんか黄ばまないから、ね、透明感ちょっと出る気がします。確かに、ツヤツヤ。ツヤツヤ、ありがとうございます。急にアップ。はい、こっち向いて。チーズの匂いがしたな。クロックゼッシュ。初めて。初めて食べる。本当ですか？美味しそう。チーズがパン派。チーズすごい好きなんです私。あ、なんか言ってましたね、100の質問の時にお肉かチーズかみたいな。そうなんですよ、チーズすごい好きで、チーズとフランスパンがあれば多分もう全然それでいい。食にこだわりがあんまないの私。好きなもの食べたい。うん、しなんかそんなにあんまり栄養とか普段考えられてない。ふわふわです。久々の休日ねえ、こんな。はい、いただきます。ふわふわ。なんかモットーとかありますか？モットーっていうか、なんか生きる
あ、なんかネガティブになった時に何するかとか。ネガティブになった時は、でも寝たら大体治りますよね。寝て美味しいもの食べてかな、うん、あとなんかね、割とネガティブになっても動き続けたらなんかそれでまた元気になる気がします。なんかうまくいかないなとかっていう時ないんですか？あるある、ありますよ。そういう時ももうなんか切り替えるというか、一旦仕事から離れて美味しいもの食べて寝るみたいな。なんか仕事でもうまくいかないなと思うのは、どちらかというと例えば人間関係とか、例えばですけど人の問題とかって、自分の努力だけでなんかこうちょっとこうどうにもならない時あるじゃないですか。だから自分が頑張って結果が出てないんだったら全然それは頑張ればいいけど。よろしいですか？はい、わかりました。だからでもそういうの考えてもどうにもなんないですもんね、多分ね。でも笹織さんはなんかこう嫌なこととか仕事であったらどうしてるんですか？私はそうですね、やっぱりこの犬が好きなんで何も考えずにお散歩するのがすごく、自分にとっては合っていて、もうその時は、ね、何にも、もう無心でとことこ歩いてます確かあれなんか体を動かすというか、はい、もうある意味リセットできますよね。そうですね。なんかいつもこうビルの中にずっといるので天気もわからない、外のこう気温とかもわからない状況の中にいるので、本当外に出るっていうことはリフレッシュできますよね。それは私もそうかも。なんかあの仕事して帰ってきてもこう嫌なこととかいろいろ考えるときに、そのまま例えばメール返したりするといいことないじゃないですか、うん、大体だからあ、もうちょっと一回ちょっとシャットダウンしようと思うときは、あの家の近く歩いて、神宮がちょっと近いので、あの岩塩のあたりをぐるーっと一周ちょっと早歩きで歩いて戻ってきて、そうすると1時間ぐらいちょっと一回こう強制終了頭がされてる感じになるんで、まあ、ちょっとそういうのしてから寝るようにはしてます。先生的に成功って何だと思いますか？また難しいですね。何が成功って人によって全然違いますよね、きっと。仕事をしてる方もいれば、あのご家庭でを守ってっていうところをすごく第一に考えてる方もいるだろうし、でもなんか何が成功って結構難しいですよね。自分的に自分がこうなったらいいなみたいなのあるんですか？なんか私は比較的こう新しいものをこう作り出したりとかっていうのが私自身すごく好きなんですね。だからなんか例えば美容医療もそうですけど、もともと医者の業界でこう美容医療ってどちらかというと若干ちょっとこうネガティブに思われる部分もあったりして、あるいは医者のキャリアの中で美容の医者っていうところがまたちょっとこう あの王道っていうよりはちょっとこうあの外れたところの道にあるような位置づけなので、なんかそれが逆に言うとこういう自分が仕事をしていく中でそういう見方が変わっていくとか、自分がこう結果を出していくことでこう周りに何かこうまたその新しいこう常識が少しこう変わっていくみたいな、新しいこう価値観が生まれていくみたいな、そういうのが結構私自身はあの大事にしてるところかなと思ってて、だから多分美容うちに入職して美容皮膚科を選んだのもそれもあるんですよね。うちのグループが美容外科で歴史としてすごく大きくて、美容皮膚科ってそんなになんだろう、もともと入った時はこう重要視そこまでされてなかった部門で、でもそれが今こう美容皮膚科のお客様とかの方がどんどん増えてきて、うちのグループの柱になってきてっていうのも一個新しいこう価値観とか文化をこう作っていくっていうところに近いのかなと思ってるし、価値観を開発するじゃないけど、そうで、あとなんかそれをこう私自身が例えば学会発表とかいろいろやってるのもちゃんと堅実に医療をやろうと思って保険診療ではなくて自由診療の場で勝負をしようと思ってるっていうところが、どうやったら
変わるかなと思ったら、ちょっとこうアカデミックなこともしないといけないんじゃないかなと思ったりとか、そういうところがなんか発想として大きいかもしれないし、それをなんか一個一個やっていくと、なんか自分の中でこう成功体験っていう風に感じるのかなと思います。ではごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今からチョロロの餌を爆買いします。餌っていうと可愛くないのでおやつにしませんか。なんか餌ってなんか可愛くないですね。これからチョロロちゃんのおやつを買いに行きます。やったー、やったねー。